そのさっきその映画っていうのでちょっと興味がいたんですけど、佐々木さんちなみにどういう映画を見られますか？何でも見ますよ。おすすめな映画とか、佐々木さんがこう見てるその映画、あ、子供の頃だったんだけどみたいなの、もしあれば。いや、なんか恥ずかしくて言えないよね。でも俺がまずこう見てきた、人生で見てきた映画の中で、はい、ダイハードも好きだったし、ダイハード、はい、ミッションインポッシブル、ミッションインポッシブル、あとヒーロー系が好きだった。ヒーロー系です。あと、はい、ダイハード宇宙、そうです、そうです、ダイハード、はい、ダイハード、はい、宇宙関係のも好きだった、はい、で一番ハマったのがリディック。リディック、どういう映画ですか？リディックって、リディック、キャラクター、ビン・ディーゼルが主役のやつですよ、はい、リディックっていうのがなかなか今多分ね、ビデオ屋さんを探してもないんですよ、はいはい、リディックっていうのはこのなんとか、リディックっていうのはその2だけ、リディックっていうだけの題名が、はいはい、あとはなんかこういろいろ1もなんかいろいろとこう違う題名つけてんだけど、3もあるんだけど2が一番好きです。ちょっと僕まだその映画ちょっと見てないので、ぜひ見てください。ぜひぜひ見ます。もう好きな映画いっぱいありますよ。本当ですか？はい、でもね、年齢とともに。若い時ってちなみにどういうの見られるの？10代の時は恋愛ものが大好きです。恋愛ものですか？恋とか恋愛もの大好き、はい、で20過ぎて30までは殺し屋ものが大好き。殺し屋ものの、僕もちょっと興味あるんですけど、殺し屋ものの映画どういうのを見られてますか？自分の中でこうおすすめ、レオン。あ、レオン、僕も好き。あと、47。47。47。49か？ハゲの後ろにバーコードあるやつですよ。あ、ちょっと僕も、そういうのも結構好きなんですよ。はい、あと、なんだろう、もうとにかく一匹狼が好きだったですね。ああ、はい、レオンは確かに何回も見てますね。はい、まあでも、本当こう2桁の年になるまでは、はい、スーパーマンとか、はい、そういうの好きだったんですけど、はい、今はこの年になって、あ、この映画いいなと思ってもう一回見ようって、もう見る気しないんですよ、ね。まあ、全部今回出てきてこの3年間で、はい、結構買った数がめちゃくちゃ溜まってるんですよ。当時は全部このムービーズで、はい、全部買ってたんですよ。いや、俺が好きな映画なんだから買ったら多分な、はい、俺好きな映画全部何十回も見るんですよ、はい、今回買ったのは2回見たのはジョンウィックだけかな。あ、ジョンウィック、ジョンウィックも見たことありますけど、はい、最初はですよね、殺し屋なんだけどやめて、犬かなんかをもう一緒に殺された。そうです、そうです、でもそれは1は好きだったんだけど、はい、2からちょっと疑問を感じるようになって。1好きでした、もう1見てて。2、ちなみに自分2と3で疑問に何を感じたか当てられたらすごいと思います、はい、1見て、はい、ワンが一番好きかな。ワンは自分も見て、ツーが途中でもう見なくなっちゃったんですよ。はい。ツーとスリーなんで嫌になったかというと、ワン見ていくうちに、まあ良かったんだけど、ツーとスリー見ていくうちに、お前犬と奥さんのためにどんだけの人間殺したんだよ。そうです。これ映画ではヒーロー扱いしてるけど、一般社会ではお前極悪人だよ。確かに。犬のために何人殺したんだよって。すごいですよね。まじ、奥さんは。誰かが殺したわけじゃないんですよ、はい、病気かなんかで亡くなったのに、はい、それ奥さんが残してるんですか、犬と。そうですね、これさ、まあいいんですよ、その犬殺した人間たち殺して、はい、それから波及して何で殺してたってなって、途中からね、もうだからもういいかなってなっちゃいましたけど。確かに1でその復讐は終わってるわけですからね。そうですよ、そうですよね。そこからどんどんまだそこから波及しててみんな殺してっちゃうじゃないですか。宇宙系も結構好きです、はい、今はもう例えばこう、はい、宇宙行って、はい、ちょっと火星あたりまで行けたら、はい、もう帰ってこれなくてもいいかな。あ、もう向こうで、はいはい、ちょっと行ってみたいですね。やっぱ未知の世界を見てみたいですよね、はいはい、旧車会の、はい、乗ってるの見て、はい、佐々木さん、バイクだったら何が好きかなと思って、あ、それもちょっと聞きたい。このバイクが何が好きっていう質問、また俺にただ失敗したとかね。あ、すいません、なんか申し訳ないです。これはドラゴンを作った当時も、はい、現地アリからスタートしてるし、はい、ね、とにかくその当時は速いスピードを求めてたから、ガンマとかそういう速いバイクしか直結しなかったし、はい、
ね、そのこうマフラー切って直感してもそれが何のバイクか我々は分からないから、とにかく直結してきて叩きってうるさくしてればいいって感じ。まあ本当乗れれば乗って乗そうなんです、乗ってこう目立ってればいいっていう。そうです。で途中からちょっと CBX 乗りやすいなと思って、はいはい、かといってじゃあ CBX の大好きかっていうわけでもなくて、はい、でいろんなこう現役の時もいろんなこのフォークとか、はい、いろいろ GS 乗ってたけど、はいはい、でも最近 GS しか乗ってないです。あ、GS だから、はい、あの GS が一番好きです。佐々木さんは、GS が好きってことです、はい、ちなみに今 GS とかってめちゃくちゃ昔と比べると多分高いですけど、はいですはい、僕らの時でも GS とかが、ひと月で、まあ、30万しなかったぐらいなんですけど、佐々木さんの時って GS っておいくらとかだったのか覚えてる？あ、俺が現役の時ですか、はい、いや、まだ払ったことないな、まだ。まだ全部、あのそうですね、持ってこ、持ってこさせて、そうです、そうです。だから途中からこの地元の暴走族と一緒に走ったりとか知ってたけど、いや、佐々木さん、自分のバイクですけど、うるせえよってちょっと終わってます今の GS はちゃんとお金、高いお金払ってますからね。そうですね、はい、今旧車も高いんで。高いですね、今はもうバイクの本とかたまに僕見るんですけど、はい、まあ、もう CBX とか高いやつでもう200何万とか300万とか気がでして、はい、すごいびっくりぐらい高いんで、はい、だから今のこういう暴走族とかバイク好きな子とかもそのなかなか買えない値段じゃないかなって思いますね。はい、そうですね、はい、でも僕は結構若い子でも旧車持ってる子いっぱいいますけどね。あ、最近のものを何をして、そうですね、どうやってこのお金を作ってるのかと教えてほしいです。教えてほしいです、まあ、今日はそんな感じで佐々木さんとコラボさせてもらって、自分のチャンネルで佐々木さんまだ知らない方だった人がいたら佐々木さんの方をチェックしてもらってチャンネル登録してください。ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上です。